佐木神社は、滋賀県大海八幡市安土町上落寺にある神社。式内社で、旧社格は、県社。少なび粉の命を含めて、慶四座小柱の神々を祀り、佐々木大名神と総称する。大海源氏の氏神であり、佐々木聖八正地に鎮座する。神代に、少なび粉の神が小豆に似た豆の鞘である、捧げの船に乗って、海を渡り、当地に降り立ったという。 このことからこの地は、佐々木と呼ばれるようになり、その地に、少なびこなの人を祀ったことが、当社の始まりであるという。古代に砂崎山君が、大びこ命を合わせて祭り、慶光天皇が、四学を穴ほぐゆの遷都に際して、大規模な社殿を造営させたと伝わる。平安時代には、大御国家門郡の式内者となっている。 宇田源氏の源のなりよりがこの地に到着するようになると、孫の佐々木慶宝が佐々木氏と称するようになった。そして、もともとこの地に住んでいた砂崎山君の子孫である砂崎氏と次第に融合していくと、砂崎氏の氏神であった砂崎神社に、宇田源氏の祖である厚見神皇とその父、宇田天皇を新たに行使し、自らの氏神とした。以降当社は、 宇田源氏とも大見源氏とも呼ばれる佐々木氏の氏神とされ、四子孫孫が厚く数形するようになった。戦国時代、この地を治めていた佐々木氏の着流、六角氏は、織田信長によって放築され、当地は信長の支配下に入った。後には、信長の居城である安土城が付近に築城されたが、当社は破却を免れて維持されている。 江戸時代の天保年間に火災によって社殿が消失するが、高架5年に丸亀藩主、京国高明により、本殿、権殿、拝殿、楼門などが再建された。その際、水原原四子郎主にイサムが当領となって、平安時代、鎌倉時代の様式で再建が行われている。それらの建物はいずれも滋賀県指定有形文化財となっている。明治時代になると、 当社は、賢社に列せられている。バーサラ大名の佐々木同様、信長に徹底して反抗した、六角吉方、当社を再建した、京国高明のほか、日露戦争での203高地の戦いで有名な野木、マレスケも、佐々木一族である。現在も、宇田源氏佐々木氏は、六角氏、京国氏、くつき氏、黒田氏、 三井家など220余生の末裔の熱い信仰を集めている。乃木将軍の言葉なんじゃもんじゃの木。ありがとうございます。